大アマゾンのハンギョジンは、1954年に制作されたアメリカ合衆国の SF ホラー映画、モノクロ作品。アマゾンの口探検中にカールマイア博士により、デボンキの地層から、水かきのついた手の化石が発見された。報告を受けた、ブラジルの海洋生物研究所から、所長のウィリアムズ博士と魚類学者のリード博士、所長助手のケイ・ローレンスが調査に向かうが、 マイヤのキャンプの留守を預かる、現地人二人の無残な死体が発見される。化石の発見場所である黒い入江をウィリアムズと、リードが潜水調査して、不在となっている間、現地人が魔物が住むというそこで泳いでいた K は、人型の全身に鱗を持つ怪物、ギルマンに襲われる。K が危うく、難を逃れたところでリードは入江に毒物を流し、火死状態に陥っていた。 半魚人を生け捕りにすることに成功する。しかし、息を吹き返した半魚人は復讐心に燃え、船の関係者を殺し始める。やむなく、ウィリアムズたちが船を引き返させようとしたところ、入江は半魚人の作った防壁で、すでに封鎖されていた。防壁を排除しようと潜水作業を行ったウィリアムズは半魚人に殺されるが、半魚人はマイヤの放った銃弾に痛手を受け、 入り江の深くへ消えてゆく。映画の一場面。右は、ヒロインのジュリー・アダムス。本作品に登場するモンスター・ギルマンは、怪物映画の老舗である、ユニバーサル映画がドラキュラ、狼男、フランケンシュタインの怪物に続く、オリジナルモンスターとして考案したモンスターである。アナグリフ方式による 3D 映画として公開されたが、日本では普通版が上映された。 古代生物と現代文明の接触によって起きる悲劇、人間の女性に恋をした、半魚人の秘伝の2点で、過去に制作された、キングコングとの類似性が指摘されている。当時制作された、3D 映画群の中では最も工業的に、成功した作品で、2つの続編が制作された。水中シーンを除いて、作品の撮影は、フロリダ州のワクラスプリングス州立公園内の、 有水地で行われた。半魚人のスーツアクターは主にベンチャップマンが務め、水中シーンでの総演は後に、007サンダーボール作戦で水中シーンの監督を手掛けるリコー・ブラウニングが務めた。メイクアップとしてクレジットされているのはユニバーサル映画のメイクアップチーフであるバド・ウエスト・モアのみだが、実際にはジャック・キーバンが大半の作業を担当していた。 キーバンのデザインによる、ハン・ギョジンのデザインは人気を博し、続編として、ハン・ギョジンの逆襲、ザ・クリーチャー・ウォークス・アマング・アスが制作された。映画監督の冗談手は、本作に登場するギルマンの造形美、人間らしさを備えた性格を高く評価している。物語は後に制作されるモンスター映画の原型の一つとなり、モンスター・パニック、怪人・スワンプ・シング・カゲのヒーローなどのアリュー作品を、 生み出した。ビリー・ワイルダー監督の7年目の浮気でマリリン・モンローのスカートが地下鉄の風でめくれ上がる有名なシーンがあるが、これはトム・イーウェル演ずる主人公とモンローが本作を見た後の映画館前で起こるという設定である。ありがとうございます。